彫刻家のマシュー・モナハンです。拍手。Well, as he said, I am Matthew Monahan. マシューさんのモカでのショーを拝見させていただいて、ものすごい感動して、その感動のポイントっていうのはやっぱりその初期の彼の作品では結構その発泡スチロール、まあ、スタイロフォームっていうんですけど、発泡スチロールとかロールとか、そのちょっとゴミ建築の何て言うんですか、建築部材のゴミみたいなものを削り出すような、でもしくはそこに、普通のガラスを買ってきて、ストラップでギューって縛るとか、なんかそういうこう何て言うんですかね、本当に原色的といいますか、すごいプリミティブな素材と、素材の発見から、まあ、本当に芸術の錬金術みたいなことをやってるなっていうふうに思って、まあ、僕とかの作品の作り方っていうのはゼロから、素材の方から作ったりもするので、まあ、すごく羨ましくて、どんな方なのかなと思って。訪問をそのしたいっていうふうにミュージアムの方に伝えましたところ、モカからすごく近いところにスタジオを持ってらしたので、日曜日だったと思うんですけれども、朝に、来ていただいて、スタジオビジットさせてくださいって本当に押しかけるような感じで、彼のスタジオに行かせていただいて、彼のスタジオっていうのはものすごいこう本当にアーティストのスタジオ全としてでもうゴミだらけなんですよね、ぶわーっと。まあゴミっていうか、その作品を作っていて、切ったりくっつけたり剥がしたりしたものがぶわーっとあって、その中にモコモコっとこういう作品がこう盛り上がってるんですよ。でそれの風景ももう本当になんかこうハートにタッチして、まあ、僕とかはやっぱ本当にアートが好きなので、なんか恋に落ちちゃったような感じになって、もうどうしてもこの作家さんとなんか一緒にさせてもらいたいと思ったんですけど、ちょうどその頃はまだここのギャラリーができるかできないかの状況だったので、僕ギャラリー作るんだけどやってくれませんかっていうふうに言ったら、全然僕のキャリアとかそういうのも知らないのに、もうぜひいいよっていうふうに言ってくれたんで、すごいそれも感動して、約束したんですが、今日この日を迎えるまでに6年ぐらいかかったのかな、ね、6 years? 5 years? Long time、ね、Long time. Yeah. すごく長い時間かかりました。4年ぐらいでしょうか、うん、で本当は去年の、4月に展覧会をやる予定だったんですよ。だけど、まあ311があったので、できないというか、まあ、やることはできたんですけど、もうその日本のオーディエンスのコンディションがそういうところじゃないんじゃないかと思って、それでじゃあ台湾の、まあ、海外機器のギャラリーでやろうかっていう話も僕らの方から言ったんですけど、マシューさんはまあ本当に日本でどうしても、まあ、日本はとても好きなのでやりたいなっていうんで、まあ、日本はねこうやってショーをやっても、僕らもまあ今日セールスするのはほとんどアジアとか外国のお客様にいろいろアプローチしているような感じで、日本のお客さんあんまりないんでね、まあどうなのかなと思ったんですけど、まあどっちかというとまあ美大生とかアートファンの人たちに向けて、もしくはマシューさんもまあずっと北九州の CAA っていうところでスタジオビジットとかもやられてたんで、そういう日本人とのまあコミュニケーションを求められてるのかなと思って、やろうと思ってこう今日を迎えました。でも去年の、4月にやる展覧会の時で、展覧会をやる作品というのはほぼ この部屋なんですよね。ああいう紙で作った、お面みたいなものをキャスティングしてブロンズに仕上げてる。でこれはスポンジとか発泡スタイルフォームとかを、まあ、本当に彼の折り曲げたり、へし曲げたりしながらくっつけたものをやっぱりキャスティングしてそれをブロンズにしてる。これを、まあ、去年イマジンしてて、でこの奥の畳の部屋のものは、この9月から始めたニューシリーズなんですよね。
でやっぱりこの先ほどちょっとお話ししましたけれども、今からスライドも見せますけど、そもそもやっぱりマシューさんはゴミであるとか、まあ、すごいこう変形可能な素材で作品を作られてきた作家なので、それをこうやってこうモノクロームで金属にするのは、まあ、始めてない時はトライアルだったんですけど、こればっかりだとちょっとまあ窮屈になっちゃったっていうこともあって、あの奥の方の作品は色もすごくカラフルに使われ始めてますし、まあそれはご本人から聞けばいいと思うんですけど、そういった経緯があって今日を迎えております。まあ、ちょっと長くなりましたけど、あとはまあ作家さんにいろいろ話していただこうと思ったんですけど、これでね、どうでしょうか。That was a great introduction. Thank you. ご紹介ありがとうございます。素晴らしいご紹介をしていただきました。I think that I don't have a, I'm not exactly sure how to begin. I was kind of expecting sort of a, some questions, particular questions. It's difficult to know. There's many different entry points with the work. Some are technical. Some are cultural. So I'm not exactly sure which point to begin at. I do like very much the title of him as navigator, and I hope that this can be a little boat ride. There's our boat. ここがボートです。結構ね、じゃあその今日来てくださってる方はどちらかというとアートすごくお好きな方たちなんで、一般の方たちにお話しするような言葉を選ばなくていいと思うんですよ。本当に最初から彫刻のすごくこう核心部分、核心というのはまあ、あのコアな部分をお話ししてくださっていいと思うんで、まあそうだな、どう、まあキャリアの始め、自分ご自身のキャリアが始まってから今に至るまでの経緯みたいのがあるといいんですよ。昨日もちょっとご説明いただきましたけど、この例えば3つの作品があって、でこの作品がその最新作とのブリッジになって、で最新作がやっぱりこう今のマシューさんの、まあ、本当の今ただいま あの作品だということで、その辺もちょっとよければお話ししていただければと思います。 OKThank you for giving me time to adjust to the boat. I guess, on a technical level, which usually technical questions tend to open into psychological or spiritual dimensions for me. The image and the way that it's made occur simultaneously.The first decision I made around 1994 was to stop conceptualizing the work and to try to explore imagination, particularly the image of the human body and the human face.Imagination should be a physical, active, energetic, destructive, nurturing adventure. The first rule that I developed was to not use photography and to not use and to not look at any existing models. So I had to develop mentally models and physical tests to conjure the new beings. A drawing on a piece of paper eventually led to folding the piece of paper. If you fold the paper enough, you can do that. So one of the models to create the figurative was a geometric grid
As I was also schooled primarily in conceptualism and minimalism, it seemed a way that I started with minimalism and had to push backwards in time to retrieve the figure as an abused and neglected piece of art history. The transformation of a surface into a volume and the thick and the thin, the light and the heavy, the heroic and the pathetic, the heroism of a volume, or the patheticness of the thin, all in the same work. One develops abstract systems and memories of art, memories of the figure throughout art. This figure appears almost as if in a dream. Memories of the Egyptian, African, Kamakura, Buddhas, Star Wars, Transformers. There's no single simple reference, but all of these things are living in me and come out in surprising ways, or, you know. And just as history is something you can move through freely without being trapped by some idea of progress, I am careful not to get too much progress in my own work. In that, in this show, as Takashi describes, the new work is also a return to older work. And the importance is that the high, the low, the noble, the false can coexist, and so that the smooth and the rough, as a concept, the folded paper mask is the most pure, in a way, the highest, most difficult conceptual way to make something. But for emotional power, a dirt ball could be more powerful than a big bronze. And this I always try to remember. Any question? We have a slide. I couldn't presentation before this lecture, this slide. Okay, that's a nice surprise. Yeah. No. So the first thing is I visited at your studio, several snap, and second chapter is... You did? Oh, that's great. What? Oh, that's cool. Second chapter is from the website, your galleries. Is that if you know you can introduce yourself? Sure. Yeah. So, but okay. Yeah. This is your studio, ne? Oh yes. Masu-san's studio. Ah, これ for what project this the piece is? なんか要するにこういう感じなんですよね。彼のスタジオはいろいろこうスタイロフォームがあったり、まあ後ろにもドローイングがあったりして、とにかくそのなんていうんですか、一番彼の作品で素晴らしいのは、ものすごいアイデアっていうのは本当にコンマ何秒ピュッとこう出てくるアイデアがあるんですけど、それを拾い上げるための準備がスタジオにまあ充満してるんですよね。だからスタジオに行くと、このアーティストはもうそのアイディアを拾い上げることに集中しているアーティストであるっていうことが一瞬にして分かるんですよ。素晴らしい、その何て言うんですかね、
その瞬間が来るまではじっくり待ってたり、そのゴミの中からいろんなものを拾い上げて、デッサンをしてみたり、粘土をこねてみたり、素材を研究してみたり、実験してみたり、なんかそういうものがもうスタジオの中に充満していて、あのスタジオビジットして話し始めると何を話しているかよく分かんなくなるんですよ。でもそれはもう彼の頭の中では未来のプロジェクトがもうすごくこうちゃんと何ですかね、フィックスしてるんだけど、やっぱり人には説明できない、まあ言葉で説明できないから当たり前ですけど作品にしていくんですが、やっぱりそのこの2月の頃に見せていただいたものが最終的に、あの彼この展覧会をやる前にちょっとスタジオ、あのこのギャラリーをもう一回見たいっていうんで、あの東京に来られて、でそれここの東京を見られて後にバリに行ったり、まあ、いろいろアジアをご旅行されて戻ってから、あの後ろの畳のかかしのような作品が出てきたんですけれども、結局こう最後の最後までこの展覧会のギリギリまで作品を作るためにそのインスピレーションをピックアップするための、まあ、準備をずっと整えて、それで自分のスタジオに帰ったらもう即興的に作品を3つも、まあ、これは合わせて4つもですけれども、パッパッパッと作れるような、あ5つか、あの板のところもあるから、そういうなんていうんですかね、本当に、その要するに瞬発力っていう、瞬発力とかアイデアをピックするっていうのが一番あの素晴らしいところなんですよね。だからあの ここにある作品たちはやっぱブロンズとかそういうすごくこう何年も持つようなものをその使ってますけれども、彼の一番得意とするのはやっぱり壊れやすい素材でさっさか作っていくっていうところなんですよね。で過去の作品を今から見ていただくとそういうものがどんどん出てくるので、それをちょっと見ながらと思いますけども、はい、Yes、 どんどんどうぞ、Yes、 this...This is a, I saw the show, right? Yeah. This is, this is the MoCA show at Museum of Contemporary Art, Los Angeles. It's obviously much cleaner than the studio, but I hope it's, the presentation, the way things are piled up and sometimes barely balanced or presented upside down is somehow a stylization of some of the chaos in the studio.Yeah, making an exhibition is always the challenge to finish a work without closing it off from the flow of experimentation that it came from. But at the same time, there's still a monumental power and concentration. あの僕このショーを見た時に、あの僕も展覧会をやってたんですけど、正直すごい僕はこの、 あのマシューさんの展覧会を見て自分の展覧会を恥ずかしく思ったんですよね。なぜかというと彼のこの展覧会はまあ一部屋のプロジェクトルームでやったんですけど、こっからのその未来の可能性が爆発していて、一方僕の作品は過去をこうアーカイブしていてシュリンクしているように感じて、アートとは何かっていうその質問をあの自分に問いかけた時に、一番大事なことはアーカイブではなくて未来にその向かって その跳躍力だと思っているので、その意味でやっぱりそのもう全然僕の考えている方向性と違うっていうことがショッキングだったんですよね。そういうだから自分の置かれている立場と彼の作品とのこのモカでのショーの出会いっていうのもすごくこうなんていうんですかね、自分に僕にとってはとても、エモーショナルな瞬間ではありました。Sorry, my memory. Well, you're at a different point in your career, and I'm also watching this question of preservation in the archive.Versus the energy of creation is a major problem, is a major question for every artist to approach. And this question is to do with spontaneity
versus the solid, or what I almost see as an art of the art of the festival, or the art of the crypt. And suddenly I had an image in my head of a Buddha sculpture with the sake and the oranges and the, and that to me is a great fusion of the archival and the temporary. One would like to believe their sculptures can keep living, even though whatever, you know, they will live. That is the combination of the crypt or the archive and the festival. On a personal note, after I've been to Takashi's show, or Takashi's studio, I feel a great deal of shame as well. I go back and clean my studio. So it's good. It's a productive difference. こういう初期の作品はやっぱり紙がすごく重要なマテリアルとしてあって、発泡スチロールのものを削ってそこに金箔を貼る。で、紙が彫刻としてぶら下がってる。もう一つ、僕がすごくこう彼の作品に感動したのは、もし日本人がですよ、本当にコンセプチュアルに彫刻とは何かって考えてやったとするならば、まさに彼の作品のような作品を作らなければいけなかったのではないだろうかと。つまり平面性、あと高級性、平面性と立体、あと高級性とテンポラリーなもの、そういう常に背反するものをどうやってその一つにパッケージするかということが、僕ら そのアジアの人間たちがウエスタンアートを学んだときに出さねばいけない答えだったんだが、それがやっぱりそのロケーションとしてロサンゼルスに住んでいらっしゃるマシューさんがそれを発見されて、もともとぐるっとこうアメリカ出身でぐるっとオランダを回ってまたロサンゼルスに流れ着いた彼ですけれども、イミジクもやっぱりウエストコーストの方からこういうものが出てきたっていうのに対してもとてもそのなんていうんですかね、驚きと、シンパシーというかそういうものを感じたんですよね。これもだからこうゴミみたいなスタイルフォームにガラスが側からあって、それをこうバンドでギュッとこうギュッギュッギュッってカリカリカリっていってこう力入るようなバンドありますよね。それで固めて作品化していると。で、中にあるすごいフィギュアティブな顔は実は紙だったりするわけですよ。一番大事なところが要するに紙だったりするフラジャイルなものだっていう、このコントラストが驚くべき、なんかその何ていうんですかね、未来っぽいなと思ったんですよね。どうぞ。Yeah, this that way of the way that a base is created or the way something is elevated is always these problems of presentation are also questions about the problems of the archive. And creating permanence and preservation. So a pedestal or a vitrine that at any minute could shatter and fall to pieces is also a way to ride that razor edge between preservation and the fragility of living somehow. I was very nervous to approach bronze because of all the qualities, exact qualities that Murakami-san is describing seem to be the absolute opposite of the tradition of bronze. However, when I started to study the actual process of lost wax, I realized that you could combine the spontaneity in an even greater way. The whole problem of freezing something
being as free as you can with something and then freezing it, bronze was in some ways a perfect material for that, for its thinness. Nothing can be thinner and stronger. I've developed many ways of using bronze, I hope, that carry on the same qualities as other materials I've used. It's nice to see these again. Some of these things are also challenging to me. You know, you wonder if you're if your progress is in the right direction. Sometimes I always worry about that. You know? I think that the work in the new plaster work is allowing me to take a lot of the things I've learned with the bronze and reintroduce color, and I'm quite excited by that, letting that back in. There's so much to learn with every new technique. It's hard, but my goal is not to become an expert or a perfectionist at anything, but to hopefully keep letting in these new problems or new experiments into my work. Deeply appreciative and honored to have this opportunity to make an exhibition like this. It's been an absolute pleasure, and I hope you enjoy it even one tiny bit as much as I've enjoyed being here. Thank you.